目のお茶、詳細整数と登録者数増えて、アンチも増えた。ゆうちくんです。非表示とブロック。カウンターしないです。鉄壁のブロック。カウンターしたらなんかもう、結局またカウンター書いてくる。嫌いになるね、その。嫌いになっちゃうから。まあでも嬉しいことだよね。増えてくれてるから、そうやって見てくれてる人は。そう。まあ、どんな有名人も必ずアンチ。そう。絶対賛否あるからね。ってことで、今日やる企画なんですけども、僕がネットとエッジをした時のシーンは、すべてノーカウント。2セットずつ試合をしたらどうなるっていう検証をやっていきたいかなと。拓とか先ほどに勝ってるのはネットエッジのおかげだと。そんな実力だったとこ見せてやる。でも2人のネットエッジは OK ってことで、その辺をねちょっと検証していきたいと思いますので、ぜひ見てください。第1試合拓棋士お願いします。2試合目先ほどやっていきたいと思いますので見てください。ではやっていきます。ラブゲームしたいよ。はい、最初はグーじゃんけん。はい、実力ってところ見せてやる。変な意識する。普通にやれよ。どれ。うわっいやでもやっぱ全日本クラスの人ってみんな当たり前のようにロング出して回り込んで待ってるんですよね。確かに歌ユッキだ。普通に確かに意外と少なかったですね。はい、それほど僕の差が甘いってことです。せっかく指で返したのに。全然ネットしてくれない。間違えた。ネット関係なく1-1だ。いや、この競ってる状況で、そうなるか。だからここまではシナリオはできてる。今いい勝負でしょ。いい試合っていう雰囲気の中で俺がいつもやっちゃうんだよね。よし、よし、勝つぞ。お願いします。出た。流れ的にはこいつもう完全にもうやる気なんですけど、本当だったらもう僕残りの点全部押してます。今の結構とどめの一点みたいな感じだよね、場所的にも。間違いない。もうマジで2連続する。いやもう発動してますね。すいません。これさあ、これあ、ね、どいあ、ね、ここで
レスに一緒っすね。中盤のセットの多さやもん。うわー、はいえ。よし。うわあ。やばい。ぐー。よし、追いついた。ここでタクキチが来たか。これ、節一緒かこれ、もしかして。ワンちゃん。メッツ秋やったら、はい、だって朝日多分決まってたやん。逆に言うと。メンタル的にもね、やっぱ、あの、大事な場面もない。どうですか、この2連続とか、ネットにして、それが自分の得点にならないっていう時の実況は。ちょっと逆にメンタル来る。えってなっちゃう。そう、自分の得点なのに、得点に合ってない。そう、そうそう、次攻めに来るやん、ね、多分。そう、そう、そう。で、案の定そっからさ、ちょっと追いつかれる。その時のメンタルどう保ったらいいかなっていうのは、正直ある。ということで、じゃあ今度、先ほど試合をしていきたいと思います。じゃあ、アナウンサー、アナウンサー。